ガチゴマリ塾よっ。はい、皆さんやってまいりました。塾長がいよいよですね、今日は画面越しにいらっしゃいますけれども、いかがでしょうか。え、みんなね、塾長ですかと思って方もいるんですけど、すいません、嘘つきました。レチビチです。今日はですね、特別ゲストにミリオンマイラーのヒンディさんをお招きしまして、今日はお届けしていきたいなというふうに思っております。まあ、個人的にですね、ヒンディさんとはもう4年以上ですか、勝手ながら、存じておりまして、なんて言うんですかね、もう ANA さん続婚というぐらいですね、ANA さんを乗りこなしている方でね、大体やっぱりこう皆さん飛行機乗られている方ってですね、自分の個人的な、心情の都合でなんかいろいろと飛行機に乗る時期があったり乗らない時期があったりっていうところで、結構そのライフスタイルにやっぱばらつきがあったりするんですけども、ヒンディさんに関してはもう継続してずっともう乗りまくってるみたいなね。大体だからこういった収録とかをお願いする時も、大体ラウンジかね、飛行機の中っていうところが、僕の印象としてはあるぐらいですね、飛行機にも詳しい、今回のだから収録にふさわしいということでね、お呼びさせていただきましたので、今日はヒンディさんにですね、ミリオンマイラーについてね、ちょっといろいろ伺ってみたいなというふうに思いますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。簡単にですね、ヒンディさんのその ANA さん歴だったりとか、そのダイヤモンドだったりですね、はい、ミリオンマイラーに関しての自己紹介というかヒストリーみたいなものをお話しいただけますか。飛行機にそもそも比較的頻繁乗るようになったのは、大学生、東京の大学に行くようになってから、帰省ですよね、はい、で、年に何回か乗るようになったっていうのが始まりで、その時はまだマイレージプログラムはございませんでした。はい、80年代後半でございます。ヒストリーがありますね。はい、はい、うん、最初にプログラム A とかいうのがあったんですけれども、はい、スターアライアンスに加盟したのがね、97年だと思いますので、はい、その分ですね、80年代後半から97年代分のものがですね、ちょっと反映されてないというところが、ちょっと、いい時代でもあったんですけれども、ちょっと僕の分の中では、本当はもうちょっと乗ってるんだけどなっていう、ね。確かにそうですよね。はい、じゃあ今お話伺っていると、本当に最近の方が多分ね、いろんな意味で多分マイレージとかっていうのが割と一般化されて、その多くの方が取り組むようになったんですけど、その前のところからだから ANA さんに関しては詳しいというか、乗られているというところなんですけど、ちなみにその長い歴史の中で、今当然ステータスの方もお持ちだと思うんですけど、ANA さんのダイヤモンドに関してはどの程度年数としてはお持ちだったりしますか。14年から修行、ダイヤ修行を始めまして、こんな長くやると思ってなかったんですけど、はい、ですからダイヤ8個です。8個、現時点で。なるほど、はい、これそれもしかしたらですよ、例えばその2020年、ANA さんに関してはステータス延長の方ですね、修行しなくても出していたと思うんですけども、うんうん、その時に関してはどうですかね。はい、あれは3月に1月から遡って、倍付けっていうのがそうですね、あったと思うんですけど、はい、3月の時点で7万7千ぐらい乗ってましたので国際線ね、3往復してたので、7万7千で倍付けになったら、14万で一応袖で普通にじゃあ延長の措置も必要なく、ちゃんと乗られてたということですね、プロパーというか。はい、うん、乗ってましたね、3月でございます。わかりました。じゃあ本当に継続されて8年という、本当にきついの8年、9年目ダイヤモンドということだと思うんですけれども、はい、今回ちょっとヒンディさんに関してはその一方で、それだけやっぱ乗られてるっていう中で、今回50万というところの一つの区切りであるミリオン、これはミリオンマイラーと多分言わないと思うんですけど、一応ミリオンマイラープログラムのそのタグの方も超えられて、今はどのあたりまで達成されてるんですかね。165万ぐらいまで行ってますね。165万ですか。はい、皆さんこれすごいと思った方はぜひね、いいねマークポチッと押していただけるとね、もしかしたらいい話聞けるかもしれないんで、お願いできたらと思います。105相当ということは、今ちょっとお話聞いてるとですね、大体今100万が一つのこう区切りみたいなところで、多くの方目指されてるのはちらほや伺ったことはあるんですけれども、ヒンディさんに関してはもしかして200万を狙ってるという、そんな匂いがするんですけど、その辺はいかがですかね。はい、その通りです。自分の中ではですね、健康で特に経済状態が、家族の介護とかも含めて、はい、生活環境が変わらなければね、はい、やっていきたいなと思ってますが。なるほど。ちょっと逆にですね、そこのもうほぼ折り返し地点という
というか、もうちょっとで到達というところまで、ね、来ているかと思いますので、ちょっとそのあたりのね、また心境なども伺えたらなと思うんですけれども、実際これですね、この YouTube 見てくださっている方も、そのダイヤモンドに、ね、なられた方は結構いらっしゃると思うんですけれども、そのミリオン持っている方っていうのはですね、ほぼいらっしゃらなくて、でそんな中で実際にですね、こうミリオンになると、こうなんかいいことがあるのかなっていうのをですね、ちょっと実際僕自身も伺ってみたいところではありますので、実際ですね、ヘンリーさんがミリオン達成されて、なんか変わったこととか、もしね、ここでお話できる範囲で、なんかこういうすごいことあったよっていうところがございましたら、ちょっとお話しいただきたいんですけれども。はい。まあ、書かれて、公表されていることとしては、周りの有効期限がなくなる。そうですね。ね。ここから、タグが、こういう金色のね、タグがいただける。出てきましたね。皆さん、本物ですよ、本物。はいはい。っていう。2回出てきた、2回出てきた。と、もう一つ何かあったかもしれませんけど、まあ、SFC に申し込みできるっていうのはね、あ、そうですね、はい、ダイヤでプラチナでできると思いますけど、できますもんね、はい、これがまあ表向きのことですね、はい、で表向き来ましたね、いや、そういう気づかないっていうことをご質問をされましたので、はい、そうですね、はい、ビジネスクラスの空席待ちをかけることって、はい、まあまああると思うんですね、はい、それは特典航空券の話ですね、いや、僕はアップグレード、アップグレードで、はい、あ、なるほど、エコノミーを買ってアップグレードですね、はい、そうですよね、はい、はい、で普通の方ダイヤも含めてですね、2ヶ月前が一つの基準というか落ちてくる早い時期らしいんですけれども、ミリオンになってからは3ヶ月前に落ちてきます。おー、それはちょっと確率的にはどの程度の割合で、まあ、ちょっと多分これ聞いてくださってる方でまずびっくりしたのが、そもそも3ヶ月より前から取ろうとしてるっていう、多分そのスケジュール性というかですね、計画性の部分にまず一つ驚きだとは思うんですけれども、それと同時にその3ヶ月前に落ちてくるっていうところもちょっと個人的に興味があるんですけど、そのつまりちょっと確率面でいうと どの程度落ちてこられるんですかね。繁忙期、まあ、夏休み、はい、お正月、ゴールデンウィークですよね、はい、だから繁忙路線、ニューヨーク、うん、ロサンゼルス、ホノルル、フランクフルトあたりは僕はあまり経験がないんですけど、はい、それ以外だと、あとコロナでね、海外旅行の旅休が抑えられてきたところに、ね、そろそろこう、うん、開かれてきてるじゃないですか、うん、確かに、なので今年に関しては若干遅い傾向が見られますけれども、まあ、以前は3ヶ月前にその繁忙、はい、繁忙期を除けば落ちてきます。てました。なるほど、はい、それはちょっと初耳でしたね。なるほど。ヘンリーさんに関してはじゃあ大体こうアップグレードってなんて言うんですかね、半信半疑というか、そのある意味で言うとそこまで期待せずにウェイティングしてる方が多いと思うんですけども、うん、まあ、ヘンリーさんに関してはあ、もう来るんじゃないみたいな、結構そういうポジティブな状態でこうお待ちされてるって感じですね。そうですね。失敗したのはですね、できなかったのは2019年の秋10月に19号台風ってあって、うん、新幹線がこう水に浸かったとか、うんうんうん、北陸新幹線の、ね、大きいのありましたね、はい、ありましたでしょ、はい、で、はい、成田空港から帰れないとか、ヨーロッパ線が 2,3 日飛ばないっていうことがあったんですよね、はい、ありがとうございます。はい、あの時はね、できませんでした、ね、できません、後ろ倒しになった人がたくさんいたので、その時できませんでしたけど、 ね、うん、それ以外はできてますね。あ、すごいですね。なるほど。ちょっと今のだけでもですね、目指す意味があるのかなっていうところでですね、ちょっとお話聞いていてすごく感じた部分ではあったんですけど、ちなみに他のことで何かございますか？お話できる範囲で構いませんので、まあ、もしね、例えば登場時になんかダイヤの時よりもなんか CA さんからのちょっと扱いがいいんじゃないとかですね。なってからですね、聞いたんですよ。はい、おお、はい、になってなんか扱い変わるんですかって聞いたら、もう聞いたんですか？さすがに。元聞いたんですよ。はい、したらオフィシャルにはないです。まあ、そうですよね。うん、という回答でございました。社内機内ではね、実際ヘンリーさんのその所感というか、まあ、オフィシャルにはないと、まあ、シエさんの方もお話しされたと思うんですけど、とはいってもなんか変わったところがあったとか、はい、例えばそのビジネスクラスのアメニティがなんか3個ぐらい積んであったとか、いやないですけど、何かそのございますかね。まあ、それはないんですけど、乗務員さん側にミリオンかどうかっていうところにはチェックは入るようになってるんですね、うんうん、なので認識はしてくれてます。おお、なるほどなるほど。でやっぱりあれですか、こう名前にミリオンのヘンリーさんみたいな、なんかそういうのつくんですかね。そういうのつかないですか。いや、つかないです。つかないです。
なるほど、なるほど。つかないですけど、まあ、常連さんっていう意味、認識はしてくれるんじゃないですかね。多分ヘンリーさん、個人的な部分で好きなのは、観察能力というか、結構あの人とお話しされたこととか、すごくよく覚えてる方だなと思うんですけど、はいはい、ヘンリーさんのミリオン探知機でいくと、はい、実際にそのどのくらいの確率で、そのミリオンマイラーを達成された方、タグを見て分かると思うんですけど、いらっしゃいますか？今まで何名ぐらいいらっしゃいましたか？タグつけてたのは、5人いないぐらいですね。その5人っていう、まあ、裏付けにあるのが、ヘンリーさん相当数でも飛行機乗ってるますよね。その中で5人っていうところですかね。まあ僕自身はつけてないんですよ、はい、おー、つけてないんですか？つけてないんですよ、はい、なのでまあいらっしゃるかもしれないけど、はい、つけてない人もいるかもしれない。あ、まあそうですよ ね、まあ、ただそのつけている前提で見たときに5人程度ということで、はいはい、ヘンリーさんはあのつけたくならなかったんですか？痛むんじゃないかなという持ち込みだとね持ち込み荷物だとそんなにあの痛まないと思うんですけど、預け荷物は痛んだらちょっともったいないなっていう気持ちがありまして、そういうところが動機になってるかと。分かりました。まあちょっと話は尽きないわけなんですけれども、まあちょっと今回ですね、実際にねミリオンマイラーを達成されてね、今でさえも200万、ダブルミリオンっていうのかな、ちょっと言い方がちょっと正確な表現は分からないんですけれども、達成されようとちょっと頑張ってるね、まさに現在進行形のこうヘンリーさんに貴重なお話聞くことできて、光栄だったわけなんですけれども、ちょっとまた続きのですねビデオの方で実際ね、あのヘンリーさん、まあ、ANA さん長年乗られているということだったので、まあ、ANA さんに関してのですねこう良いところというかですね、なぜそこまでしてこう飛行機を乗るのかというところに関してですね伺ってみたいなというふうに思いますので、皆さんぜひね続き気になる方はいいねポチッとね押していただけたらなというふうに思っております。そのわけで今回のヘンリーさんお話、貴重なお話本当にありがとうございました。お疲れ入ります。ガチ転向マイル塾。